人胎盤性ラクトゲンあるいは人胎盤性乳腺刺激ホルモンとは胎盤から分泌されるポリペプチドホルモンである。1963年に発見された。胎盤性ラクトゲンは猿、羊、ラットなど多くの哺乳類に存在しているホルモンであり、HPL はその中でも人間に存在するものを指す。その構造と作用は人成長ホルモンと類似している。 また人成長ホルモンと同様に、HPL 遺伝子は17番染色体の Q22 から24に存在する。HPL は妊娠中に、体盤の合わせ方体制栄養膜から分泌される。分泌された HPL は、抗インスリン作用などにより、妊娠中の母体の糖質、脂質代謝を調節する。代謝調節の結果として、胎児への栄養供給が促進される。 HPL は191個のアミノ酸残機からなる一本鎖のポリペプチドであり、分子量は22,125である。分子内には2個のジスルフィド結合と8個のヘリックスがある。HPL の結晶構造は 2.0A の分解能の X 線解説法で同定された。HPL は妊娠中にしか存在せず、胎児と胎盤が成長するにつれて母体における、 HPL の血中濃度は上昇する。出産期になると、血中濃度は最高に達し、通常は5から7ラム l となる。多体児を妊娠している場合、血中濃度はより高くなる。HPL は体児の循環系にはほとんど取り込まれない。HPL の血中半減期は15分である。HPL は母体の代謝システムに、 下記のように作用する。これらの機能は母体が栄養失調に陥った時でも胎児の栄養吸収を補助する。HPL は成長ホルモンと似た弱い作用を示す。成長ホルモンと同じ方法で組織においてタンパク質合成を引き起こすからである。しかし、HPL が成長を促進するには成長ホルモンの100倍の量を必要とする。 HPL 遺伝子のエンハンサーは遺伝子の2キロビット下流に発見されており、細胞特異的な HPL 遺伝子の発現制御に関与している。妊娠初期には切迫流産や包上期待の指標として有用である。妊娠後期から末期には胎児胎盤機能の管理の指標として利用される。ありがとうございます。